あ、あ、あ、まあ、まあ、まあ、OK よ。また強みを落としててもらって探した逃げるよ、あっこまでのから助けないから
どうもピッツバーグンゴロンゴロクッピーズ略してピングーでーす。イエーイ。ツーライブ1年ぶりに帰ってきました。結構ね、俺たちもなんかいろいろこの1年間なんか出ようと思いながらも全然出る機会なくて、早いもので1年が経ってしまって、でもまたこの3人で嬉しいことに鳥をもらえてマジでありがとうって思ってます。俺らも撮ってよ、偉くなったもんね。マジで偉くなっちゃったね。お前らは俺は違うけど。一応今1曲目にやったのが雑踏って曲で、もともと弱虫って曲だったんですけど、まあちょっと名前変えて、名前変えました。弱虫と月って名前から弱虫になって今雑踏になったんですけど、あ、そう、最初真昼の月だ、曲めっちゃサーシーと被ったんだよ。そうだ、サーシーと被って、それで俺らが去年の3月の時に初めて冬ライブっていうところでこの曲作って、あのゲートウェイさんで、めちゃめちゃもう何時間もこもって3人で、はいね、1日6時間スタジオ3日間ぐらい。そうそう、何が違う、コードをつけてなかったんだ。あ、そう、カイがコードをつけないで俺たちで、こうカイがメロディーをうーんって歌うのに俺がジャーンってシーコのーとか言ってやるからめっちゃ時間かかんの。やばすぎるって。何してんだよ。それが嫌で俺もなんかめんどくせえわとか思ってたんだけど、最近カイが、あ、次新曲やるんですけど、やっとね、コードをつけておくっていうことを覚えてくれて、覚えたしね。成長したよ。
で、まあ、1曲目がそれで、あの、雑踏って曲で、2曲目は、あの、スケットダンス好きな人いるかな、ね、あの、ファニーバニーって曲でね、文化祭編の曲だよね、あれね。じゃ解明ロックフェスティバル。あ、そう、解明文化祭じゃねえ、解明ロックフェスティバルだよ。ごめんなさい、にわか出ちゃったんだよ。さっき寝てんな。歌詞忘れちゃった。で次はカイがやっとね、あのコードをつけて送ってくれた新曲をやります。その代わりに歌詞が飛びました。え、ちなみに曲名決まってないんだよね、これまだ。あ、そうじゃん。俺曲名オリって出してよ、これ。ああ、曲名決まってない。曲名はないそうです。ないです。ない、忘れちゃった。あの夏みたいなやりとりやめてもらおう。オッケー、ありがとう、大丈夫です。マリア、いけます。僕らに許されて多くて80回の夏今にも肩落ちてしまうよ。だから転がってないで作戦会議としゃれ込もう。水飲みたい。
コです。聞いたことありますか、休暇コって。広げるだけじゃ隣の